遊んでるつもりなのお梅が言った。もう半月にもなるじゃないの。いい加減に仲直りをしたらいいでしょそうしたいんだ。と六助が言った。俺はもう飽き飽きしちまった。何にもすることがないんで退屈で退屈でしょうがないんだ。 だからさっさと仲直りをすればいいじゃないの。それがさ、六助は頭を振った。俺はそうしたいんだが、あいつの顔を見ると舌が動かなくなっちまう。またあいつも退屈しきって身を持て余しているくせに、俺の顔を見るとむっとそっぽを向いちまうんだ。 両方で意地になってるんだわ、バカバカし。お梅は六助に尺をした。一体喧嘩の元は何なの今度は何が元で喧嘩になったの夜であった。外は雨が降っていた。午前から降り出した雨が、そのまましぐれのように陰気に降り続いていた。ウオキンの店も静かで、 六助の他にもう一人しか客はなかった。四十ばかりになるその客は小座敷で飲んでいた。お世のに尺をさせて、お世のをからかいながら、もうすっかり酔っていた。お世辞を言うわけじゃないがね。その客の言うのが聞こえた。お世辞じゃないが、お前さんは男に好かれるよ。ええ。 すぐ好かれるは顔形じゃないからね。これは気分のものだからね。本当ですよ。あたしゃお世辞は言いません。お世のちゃんのような人は。つまらない話さ。六助はまずそうに酒をすすった。具にもつかない、他人様には聞かせられないような、馬鹿げたことさ。 そうでないことはないじゃないのそれにしてもさ、と六助が言った。子供じゃあるまいし、若い者が雷獣は引っかくそうだなんて、あんまり馬鹿げているじゃないか。ほら、どうしてお梅は言った。雷獣って雷様の落ちるとき一緒に落ちてくるあれでしょあれなら六さん引っかくわよ。ひっ ひっかきゃしないんだ。だってみんなそう言うわよ。あたしだっていつかおひえさまの山へ雷が落ちたとき見に行ったら大きなご神木が裂けてガリガリひっかいた跡が一面についているのを見たわよ。ひっかきゃしないんだ。六助は辛抱強く言った。雷と一緒に落ちても気もしないんだ。 もともと、雷獣なんてものはいやしないんだよ。どうしていないのどうしてっていないからいないのさ。雷獣だなんて作り話に決まってるじゃないか。あら嫌だ。それじゃあお冷え様のご神木のあれは誰が引っかいたの誰がって。 六助はお梅を見てぐっと渋いような顔をした。どうしてそう引っかくことにこだわるんだ誰が何のためにご神木なんぞまあ、お聞きよ。本当はこうなんだ。それは聞かないでもらいたいねえ。と小座敷の客がお世のに言った。 店の名がわかるとすぐ旦那なんて言われるからね。あたしは旦那扱いをされるのが何より嫌いなんですよ。ええ、お世辞じゃないが、お世のちゃんなんぞとこうやって気楽に飲みたいからこそ、このうちへ来るんでね。いいえ、お世辞じゃないけどさ。いそと呼んでもらいましょう。五十と書いていそと読む。 あの、いそ。店の名はね、それは一つ聞かないようにね。ええー。おそめが酒の缶をして、六助のところへ持ってきた。お梅はそれを受け取って、六助に尺をしながら言った。そうかしら。あたしはそう思えないけれど。でもそれ、誰が言ったの俺の親父が言ったんだ。 俺の親父は何でもよく知っていたんだ。六助は目をすぼめて真面目な唇で言った。商売は石区だったが、石区としても土地では腕っこきと言われたもんなんだが、随分い,い,ろいろな本を読んで、親父は字もうまかった。 かんぬしの丹波様もかぶとを脱ぐくらい、親父は物知りで頭が良かった。どうかして死ぬまでに本を一冊書きて、と言った。どうしても書くんだ、と言ってた。そのことでいつも頭がいっぱいだったらしい。絶えず感触を起こしたり酔っ払ったりしていたもんだ。 三十五の年に胃が破けて死んじまったが。じゃあ本は書かなかったのね書かなかったよ。一体どんな本を書くつもりだったのそれがさ、六助は両手で逆突きを包んだ。何を書くつもりだったか。 誰にもわからなかったが、親父は酔っ払うといつもこう言ってた。書きたいことはここ。自分の額を指で叩くんだ。ここに詰まっている、いっぱい詰まっているんだ。紙と筆と暇さえあればかけるんだ。何を書くのかって。 お前たちの知ったことじゃねえさ。こう言ってた。時によると、かんぬしの丹波様も何かしら古いことを聞きに来るくらいだったが、親父の言うことにはいつも関心してた。ただ一つだけ、神や仏などというものもない。 ということだけは承知しなかったがね。あら、神仏もないって言うのそうなんだ。雷獣なんてものもないし、竜とか鬼とか魔なんてものもない。狐や狸が化けるってこともないし、幽霊だの怨霊などというものもない。 神や仏などもありゃしない。みんな人間のバカな頭で考え出したもんだ。みんな作り話だ。ってな。じゃあ、あんたのお父っつぁんって人、ずいぶんつまらなかったでしょうね。お梅は同情の吐いをついた。わかるわ、あたし。 どうしてあんたのお父っつぁんがいつも感触を起こしたり酔ってばかりいたかってことが。俺の親父がつまらなかったろうって。そうよ。そんなに何もないってことが分かったら、世の中なんてつまらないじゃないの。お梅はくをしながら言った。 それもいいけれど、そんなことであんたと中さんが喧嘩するなんてもっとバカバカしいわ。大体六さんが大人げなくってよ。あんな女の腐ったみたいなにやけた人を相手に何さ。今夜は嫌にずけずけ言うな。そんな風に言っていいのか。だってそうなんだもの。お梅はじれったそうにって いつもむっつり煮えたも焼けたもわからないような顔で、まるで女の腐ったみたいよ。銀流しだわ、あの人。すまないが感情してくれ。あら、また怒ったの帰るから感情してくれって言うんだ。怒るんなら怒んなさいよ。お梅は立ちながら言った。半月も喧嘩をしているくせに、 ちょっと何か言うとすぐ俺の友達だって。そんなに友達思いなら喧嘩なんかしなければいいじゃないの。いくらでも言ってあげるわ。中さんなんか女の腐ったみたいで嫌味でにやけた銀流しよ。あんな人、大嫌いだわ。そして帳場の方へ去った。ほんとですよ。お世辞なんか言わないよ。 小座敷で男が言っていた。あたしは青夜野ちゃんに首ったけだよ。お世辞抜きで本当にお前さんと一苦労してみたいね。ええー、本当ですよ。六助は恐ろしく苦い顔をして、残りの酒をぐっと煽り、手の甲で口の周りを拭いた。すると伸びている濃い髭が、 じゃりじゃりと音を立てた。お梅がこっちへやってきた。ひでえことを言う娘だ。六助は外へ出ると少しよろめいた。ひでえ娘だ。傘を広げながら彼は口の中でつぶやいた。だんだん口が悪くなる。前にはあんなじゃなかった。 前には、去年だってもっとおとなしかった。おととしはもっと素直だった。どうすればあんなになるのだろう。中次のことを好いてると思ったのに、わけが知れねえ。